ヤマトくんチャンネルです。本日も移住先を求めて杜の都仙台市に来ております。まずは腹ごしらえ。仙台駅東口にありますヨドバシ亀田1階のレストランラーメンビリーにてランチです。一番人気の混ぜそば、本当に美味しかったです。こんなのまでいただきました。まずはオートロックに宅配ボックス、これ外せないよね。はい、そして本日の内見場所です。15階の高層マンションの4階でございます。築19年の 3LDK。 では玄関の方から紹介いたします。はい、こちら玄関。このこうドーンっていう下駄箱じゃなくてさ、こういうカウンターがあるっていうのがちょっと嬉しい感じね。ここはもうもちろん、よいしょね。ここは棚板取れば高いものも入れられるし、はい、玄関入って最初右手のお部屋。ここはあれなんだ、吐き出しにはなってないから、エアコンつけるとしたらここに使える感じだね。結構隣とは間が 広いから静かだよね、隣の物音とかしない、あれこっちママの、結構広いと思う、広い方だと思う。奥行きもしっかりあるもん、これ、そこからエアコン、上にコンセントもついてるし、こっち右側の壁にいいってことだね、カーテンボックスついてるからカーテンも取り外ししやすいし、そしてトイレ、このトイレ上に棚もあるね、やっぱり最低それぐらいの棚が欲しいよね、トイレでもあんまり足元置きたくないから余計なもの。でこちらは洗面所とお風呂。洗面所もこれ収納いっぱいついてていいんじゃない？の余計なものを置かなくても、これだけ広ければ、こっち全部引き出し3つもついてるよ、ここもタオルかけと中も、広く使える、ここも三面鏡だからこの後ろだって使えるでしょ。電面、中庭電面ないのかな、あるある、やっぱ今のはあるよね、三面鏡全部収納。ここにこうあれがあるのもいいよね、飾りだ、
していい高さできるかな。うん、地味にね、どこでも好きなところ。鉄砲スイーパー。天井高いから換気扇も、あの乾燥機ももちろん置けるだろうし、ベッドにもね、大きい全自動のも置ける。はい、お風呂。よいしょ。うん、思ったより広い。なんか深い感じ。そう。うん。あ、深いかもしれない。ね、うん、うちのお風呂なんかに比べたらちょっと深い。よいしょ。深いね。うん。普通私こういう風にして入るんだけど、うん、そうだよ。あ、そこ気のけてるよ。あ、でも深いからこれ肩まではすっぽり入るから、うんうんうん、でも足あの余裕で伸ばせるから、うん、全然広いんじゃない、うん、短く感じたけどそうでもないみたい、うんうん、浴室乾燥機もついてんのかな。これそうでしょね、うん、ここにあれも物干しもついてるんですね、うん、室でリビングリビングと和室がつながってて、ふすまがこういう感じ。うん、3枚になってるんだね。押し入れもある。押し入れも左右に長い押し入れだから、うん、布団も十分、うん、布団もしっかり、もちろん、うん、まあ、この部屋はさすがにエアコンも、うん、あれはないけどね。でもね、リビングこの部屋使うときはね、ここ開けとけばリビングが閉塞感があるかどうか。違うな。ん？違う？うん、あ、そう、そう、そう、違う。内側のがここに、うん、来ないと。そうだね、うん、こうにするとこうバーッと見た時のリビングの広さ、まあ、こんなもんなのかな、うん、中から見た感じちょっと落ち着いて見えるんじゃない？キッチン。ほら、このカウンター、このカウンターがいいよ。この上余計なもの置かないで、こうね、出し入れここにできるっていう、これ細かい収納もついてる。ゴミ箱とかこれこの中に入れたり できるし、ここが冷蔵庫置き場だね。で、IH、 うちの使ってるのと同じような感じ、うん、したもちろん引き出し式の収納でしょ。で、食洗機もここ、こっち、うん、で洗ったらここ入れられるって、うん、今のと同じだね。同じ、うん、あ、こう上に置けるんじゃん。うん、お皿、大きいお皿とか、
ここがこんな感じで1,2,3っていうふうに使えるような感じの収納。からキッチンがさ、釣り戸があるんだよ。よいしょ、これは、これがこのな、今うちの降りるあれだったらいいけど、耐震のストッパーついてんじゃない？あれ、ここはベランダ。ベランダもね、結構しっかりしてる。この大きいガラスもなかなかいいし。ペアガラスです、これもちろんね。洗濯とかを。ダブルレールになってるんだけど、はい、このレースのカーテン外この内側に入ってるんだね。だから入るしかないけどね。外、逆にすることもいいし、この部屋はこれだけでもいいのかなとか思うけど、誰も覗くしてこういうあの何ライトっていうの、シーリングライトっていうの、これもおしゃれでいいよね。このライト好き私。横に置くんでしょ。そう、好きな位置に動かせる。このキッチン側にある収納庫なんですが、ここはね、パントリーとしても使えるかなと思ってすごく気に入りました。リビングの方から玄関を見ると廊下の方ずっとこんな感じです。こちらの物件悪くないんですけどね、ワークスペースがちょっと足りないかな。